皆さん、こんにちは。マーシーです。今回なんですけども、今回は、この動画は9月23日水曜日午後3時8分に撮影しております。本日水曜日にですね、面接に行ってきました。9月22日火曜日に、とある会社に応募いたしまして、ちょうどね、 採用になった直後にもうこのままじゃ本当にやばいから、せめてでも一死迎える形でどこ、どこでもいいので働きたいから応募しなければなという思いで応募した会社に本日面接に行ってきました。結論を先に申し上げますと、手応えはありませんでした。 具体的にど、どういった部分が手応えがないかと言いますと、まず、履歴書に沿って職歴などの、まあ、退職理由な、や、退職理由や仕事内容などの質問など、質疑応答などは、そこら辺につきましては、そつなく答えていたので良かったんですけども、最後のその履歴書の方の希望欄みたいな、そういう、 欄があるじゃないですか。そこに一応週4希望って書いたんですよ。私マーシーは。まあ当然ですね、私マーシーは前職の清掃会社を1日で退職してしまいました。当然、忍耐力がないということになるんですよ。結局その忍耐力のなさ、メンタルの弱さを考えますと、私マーシーは週5でフルタイマーで働くのは無理に決まってるじゃないですか。ですので、 アパートの生活費、一ヶ月間の生活費などを考えますと、週4でフルタイムで働こうと思いました。それでも、多分、皆さんのご意見ですと、厳しいんじゃないかなというご意見をいただくの、それは仕方ないんですよ。私回しーーも当然そのように思ってるんですよ。まあ、ただ、週4で頑張って働けば、なんとか、 長く働けるんじゃないかなという前向きな気持ちもありましたので、週4で希望したんですよ。そうしましたら、面接の、の時に、履歴書の希望欄に、週4勤務希望って書きましたら、面接の担当者の方が、今ちょうど忙しくなってきてね、週5でフルタイムで働いてくれるとありがたいんだけどさ、その辺はどうかな、みたいなことを言ってきまして、 私ましは正直一瞬頭の中で迷ったんですよ。週4が希望したいですみたいなこと言おうかなと思ったんですけども、週5で働いてくれるとありがたいなみたいなそのような趣旨のことを言われたので、とりあえず働きますって言っちゃったんですよ。まあ正直に週4が希望しますみたいなことを言おうかなと思ったんですけども、 週5で働きますみたいなことを言ってしまったんですよ。それで私回しもとりあえずとある某求人情報サイトから応募しましたので、〇〇から応募した時には週4から勤務可能みたいなこと書いてあったんですけども、そこら辺はある程度考慮していただけますでしょうかと、一応週5希望です。 集合できますと言ってしまったんですけども、そのようなことを言ったんですよ。そうしましたら、確かにね、〇〇で募集した時は週4でもうちは良かったんだけどさ、ちょうど今、仕事の量が多くなってきたので、ピッキングの量が多くなってきたからさ、集合で働ける人探してるんだよね。そこら辺はどうかな、みたいなこと言ったので、言われたので、また私回しはとりあえず、 週4ではなく週5で働けますみたいなことを言いました。それだけじゃないんですよ。さらに、週5のフルタイムで残業があるらしいんですよ。残業とかってマーし君できるみたいなことを言われたので、1時間ぐらいだったらできますみたいなことを言いました。まあ1時間でもうちはいいけど、残業、 今のところもしかしたら2時間ぐらいやってもらうかもしれないからさ。まあ、1時間なら1時間でで、できない日はできないって言ってもらってもいいから。なんか正直、噛み合わないなっていうのが正直な感想でした。要は結論を申しますと、面接自体は30分ぐらいで終わりまして、仕事内容は現場見学した時にコンビニ向けの商品、飲料や、 食料品などのピッキングの作業になりますで。結構コンビニ向けのそういうペットボトルや缶の仕分けが結構多くて、コンビニのペットボトルって500、当然 500ml。まあちっちゃい、確か 350ml かな、コーラのちっちゃいやつもあると思うんですけども、主に 500ml のよく目にする、あのピッキングが主になると言ってまして、 結構あれ箱でやると重いじゃないですか。でその正直私回しにできるかなっていうのがあるんですよ。それでさらに言いますと、1.5リットルのコーラとかのああいう大きいやつも、ミネラルウォーターとかの大きいやつもあるので、まああとは食料品とかのピッキング、 まあ、ハムとか、乳製品系のウインナーとか、あと、紙製品のい、まあ、お茶とかの、牛乳とかのピッキング。それはまあ、軽いからいいんですけども。まあ、ペットボトルの仕分け、ピッキングが結構重そうだなっていうのは正直な感想でした。週4で希望したのが週5。しかも、1日1、2時間残業あるみたいな。それが正直どうかなっていうことで、 ま、返事は、あの、今週中に電話、で、今週中に電話で返事すると言ってました。今週中ですので、今日が20、今日が23日の水曜日で、今週中ってことは、ま、25日から27日の日曜日の間に返事が来るということになります。まあ、正直どうしようかなって。 感じですね。まあ、不採用なら不採用でいいかなっていうのが正直な感想なんですよ。週5で毎日残業が1、2時間あるって結構稼げるには稼げるかもしれませんけども、正直続く自信が全くありません。時給に関しましては、まあ1000円以上、1000円から1300円の間なんですよ。ちょっとそこら辺は言葉を濁しているんですが、 まあそんなに悪くないですね。まあですのでそこら辺が考えどころでもありますので、まあ最悪不作用なら不作用でいいです。まあとにかく残業が多いなっていうのがね、1、2時間毎日あるっていうのが正直引っかかりますので、続く自信もありませんので、まあ面接の歳費の結果の連絡が来るまで考えたいと思いますので、これからも 応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。